ダニエル・トーマス・マカッチェンは、アメリカ合衆国テキサス州、マッキニー出身のプロ野球選手。パイレーツ時代のチームメイトのアンドリュー・マカッチェンとは、同性だが、血縁関係はない。プロ入りまでに、計4度のドラフト指名を受けている。オクラホマ大学3年時の2003年にドラフト47巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名されたが入団せず、2004年は29巡目で、 タンパベイデビルレイズから2005年は12巡目でセントルイスカージナルスから指名されたがいずれも契約には至らなかった2006年に13巡目でヤンキースから2度目の指名を受け入団した2008年7月26日にゼイ・ビア・ネィ・ダマザ・マルテとのトレードでホセ・タバタ、ジェフ・カーステンス、ロス・オーレンドルフと共にピッツバーグ・パイレーツへ移籍した 2009年8月31日のシンシナティレッツ戦でメジャーデビュー。2010年の8月からリリーフに転向。2011年は73試合に登板。終盤まで防御率2点台だったが、9月に月間防御率9.26と崩れ、最終的な防御率は3.76だった。2012年11月12日に、 ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2013年4月6日に禁止薬物のメテノロンとトレンボロンの陽性反応を示し、出場停止処分を受けた。11月5日に FA となり、12月19日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2014年4月1日にレンジャーズとメジャー契約を結んだが、4月14日に DF となった。 4月16日に a a a 級ラウンドロックエクスプレスへ降格した。ありがとうございます。